愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週のテーマはですね、みこしに乗れるのは誰のおかげかというテーマで話していこうかと思います。突然なんですが、皆さん今ね、皆さんの人生の今この瞬間を100点満点で得点をつけるとしたら、皆さん何点ぐらいをつけますか？得点ちょっとね、もしよかったらコメント欄に書いてほしいんですけど、でもしね、それを今自分がパッて聞かれてハッて思ったら、俺今65点ぐらいなんですよ、自分の中では。まあ、それがまあいいのか悪いのか置いといてなんですが、なんで今回このね問いを皆さんにしたかっていうと、人生生きていく中で、まあみんなまだ学生の方とかだとさ、まあ、10何年とかだからそんなにね浮き沈みがないかもしれない、でもまああるかもしれないけどさ、生きていく中でめちゃくちゃ調子がいい時、いやー今なんか来てるみたいな時もあれば、もうなんでこんなにうまくいかないっていうぐらいに、もう泣きっ面に蜂状態をね、なかなか何やってもうまくいかないっていう時期もあるわけで、やっぱ人生っていうのは本当波があるんですね、そのリズムというか、その運に関してもそうなんですけど、でうまくいってる時っていうのが、まあ、自分がよく、まあ、うまくいってる時だけじゃないんですけど、うまくいってたりとか、まあ、自分らみたいに YouTube やったりとかさ、誰かに応援してもらって何かが成り立ってる、まあ、仕事とかもそうだと思うんですよ、企業さんもそうですけど、その企業さんの商品を愛してくれる方がいらっしゃるから、ね、企業さんのサービスを愛してくださってる方がいらっしゃるから成り立ってるものだと思っていて、その、応援してくれる方とか、まあ、利用してくださってる方っていうのが、いるからこそみこしの上に乗れると、自分が担いでもらえると思ってるんですね。皆さんみこしのイメージ湧きますかね、わっしょいわっしょいのやつです。あれって、まあ、ちょっと検索とかしてもらえると出ると思うんですけど、まあ、お祭りによってはさ、みこしをみんなこう担ぐじゃないですかね、こう何人か何十人かで担いで上に乗ってさ、こう盛り上げるというか、あの役の名前ちょっと分かんない、ごめんなさい、みこしの上でねこういるんですけど、まあ、ああいうふうに担いでもらう、まあ、あの人はじゃあ目立つわけですよ、でそれをみんなでこう担いでるわけだからね。でも担いでくださる方がいないと、当然だけどみこしの上には乗れないんです。そうっていうのを絶対に忘れちゃいけないっていうのをずっと思ってるの。そうだから、YouTube ってね、みんなが、まあ視聴者のみんなが YouTube 自体をどう見てるかわからないですけども、まあ、中にいるとですね、本当に激動の場所なんですよ、うん、簡単に淘汰されていきます。あ、淘汰っていうのはあれね、消えていくってこと、うん、だからもしかしたらもうこんだけさ、いろんなコンテンツがあるから、まあ、みんなも例えばちょっと前見てたのに、あ、そういえばここ 2,3 ヶ月あの人見てなかったななんていうの結構ありません？チャンネル登録してるんだけど、あ、そういえば最近見てなかったみたいなぐらいにコンテンツがありふ溢れちゃってて、そうだから気づいたらなんかすごい、例えば去年の今頃はめちゃくちゃこう騒がれてたのに全然聞かなくなったなみたいな、再生回数もすごい落ちちゃってるなみたいな人ってたくさんやっぱりいらっしゃるんですよね、うん、それで別にみんながみんなってわけじゃないんですけど、まあ、今まで自分そんなに、まあUUUMとかでも所属していないので YouTuber さんの交流が多い方じゃないと思います、かなり少ない方だと思うんですけど、自分がお会いした方、お会いさせてもらった方で、まあ、俺は多分運が良くてすごくこう大切なことをちゃんと理解してるというか、そこを抑えている方々、だから今回で言うと、もう全部俺のおかげみたいな、俺がすげえからみんなお前らついてこいよみたいな感じの人は、まあ、一人もいなかったわけですよ。本当にみんな謙虚。最近で言うと、例えば、まあ、松丸くんが YouTuber っていうカテゴリーに入れていいかわからないけどね、松丸くんとか、クイズノックの伊沢くんとか、まあ、花尾さんとかもそうだね、そう、他の方もそうだけど本当に謙虚なのよ、うん、だから自分がやりたいことっていう芯は通ってるよ、これだけは譲れないっていうのははっきりあるんだけれども、やっぱり感謝の気持ちっていうのは常に持ってる、そうっていうのがやっぱりでも人柄にじみ出てるよね、そう、でそういうのってやっぱみんな見てて分かると思うよ。そう、俺ね、これ多分どっかで話したと思うんだけど、昔とある方にこう言われたことがあって、近い方だからさ、お前さって言われて、お前なんかさ、周りにありがとうありがとうってめっちゃ言うから気持ち悪いよねって言われたことがあるんですよ。俺未だに忘れないんだけど、それ俺初めてありがとうって言い過ぎて気持ち悪いって言われたなと思って、
そうでもね俺ね、まあ、YouTube の動画撮ってる時の一個のポリシーでもあるんですけど、嘘は言わないっていうのが一応ポリシーなんです。そうだから思ったことに対してしかありがとうし言わないし、そう本当に心から思ってることしか褒めないし、自分の生徒にもって思ってるんだけど、だからでも確かにありがとう言う方なのかもしれない。でも感謝の気持ちを、まあなんだろう、そこはね、まあ、親の多分教育だと思うんだよね、うちの親の。そうありがとうとごめんなさいちゃんと言いなさいっていう親だったから。そうなので、うん、まあそれを言われたことがあって昔ね。そう今でも忘れないよね。だから絶対俺のこの、まあ、ありがとうが正しいってわけじゃないけど、こうやって周りにちゃんと感謝の気持ちを持って、それがあざといとか言われることもあるけれども、でもそれが謙虚さで、自分がもっともっと努力しなきゃいけないなって、自分の努力を棚に上げて、頑張ってないことを棚に上げて周りのせいにするのは絶対にやっちゃいけないことだから、自分をなんだあれだよ、悪くしていっちゃうからね、そういうのは。そうだからそれは常に変わってない。ごめんなさいね、パソコンの週刊レポートが出ました。画面を見ている時間が 25% 減ったらしいです今週は。ちょっと忙しくてね、パソコン業務よりもなんか違う仕事したからね今日、もしね、それはどうでもいいわ。そうって思ってて、で今回なんでこの話をしたかっていうと、例えば今受験が終わってダラダラジオを聞いてくださってる方もいるかもしれない。何かの資格試験というか、まあ、何かの一つ、まあ、終わりじゃん、2月か3月って何か一個こう試験とか大きなイベントが終わるっていうのにもなるから、ちょっと自分の中で、あ頑張ったな、うまくいったな、いいなっていうのが、まあ、起こる時期かなと思って、でその時に一回ちょっと兜の尾を締めてほしいなって思う。人っていうのは、例えば、そういう風にね、ちょっとこう鼻が伸びちゃってよ、自分がのおかげでみたいな、にちょっと本当にすぐ気づけたのに、そのちょっとの間にやらかしてしまったので、一生無駄にするというか、あることにおいて、まあ誰かね、特別なある人との信頼関係を失うことだってやっぱあり得るんよ。だってみんな想像してほしい。例えば、まあ、身近な人、まあ、友達でもいいか、がさ合格しました、超調子乗ってます、周りまだ勉強してるだけしないと試験残ってる人いるのに、お前らまだ受験残ってんの、受けろ、俺簡単に受かっちゃったんだけどみたいなことを言ってて、じゃあそれをそいつが1週間言ってましたと、でその後にまあそいつもなんか気づいたんだよね、言わなくなったってなって もうその印象めちゃくちゃ残るじゃん。もしかしたらその子がごめん本当に先週の俺バカだった、ごめん本当にごめんって言って謝って、でそれでまあまあ心変えたならいいかと思う方もいるかもしれないけど、でもあでもあいつにはああいう本性があるんだなって思う方もいるでしょ。だから一時のそういった瞬間の誤りっていうのが大きな傷になって残ることってやっぱ往々にしてあると思ってるのよ、うん、でそれってすごくもったいないなと思ってて、人ってやっぱうまくいってる時ほど足元を見なきゃいけない、自分の、そう自分がなんで今みこしの上に乗れてるの、誰が担いでくれてるのっていうのはしっかりいつも見つめる、俯瞰的に見つめるっていう視点をぜひ持っててほしいと思います。まあこれを今、これも中高、まあダラダラジオはね、社会人の方も結構聞いてくださってるから、いろんな方がいらっしゃると思うんだけど、学生のうちにあそっかそっか気をつけなきゃってそこまで思わなくていいと思う。でも自分がうまくいってる時に、あなんかそういえばハイチがあんなこと言ってたなって、ちょっと落ち着こうって、うん、なんか今自分なんかこう浮き足立ってるみたいなになった時に、こうちょっとストッパーになってほしいなと思って、今回ねこの話をさせていただきました。こうなんだろう、結構真面目な方とかだとさ、しっかりしなきゃしっかりしなきゃと思うかもしれないんだけど、そこまでいくとね苦しくなっちゃうから、そんなにこう気を張らなくていいんだけれども、うまくいってるというか、ちょっとこう自分の中で調子乗ってる自分が顔を出しそうになった時に、待て待てお前って自分にね言ってあげられるようにしてもらえたらと思います。はい、ということで、今週のダラダラジオは以上でございます。これさ、言ったか忘れちゃったんだけどさ、この前とある企業さんに行った時に、結構大きな企業なんだけど、そこの社長さん代表さんが自分のダラダラジオを聞いてくれてるんだって。すげえ嬉しかった。なんかこのダラダラジオ好きらしくて、うちの代表みたいな、マジですか、ありがとうございます、変な話できないと思ったけど。まあこれからもね、まあ今回ちょっと真面目な話でしたけど、まあ真面目な話だったりとか変な話だったりとか、これからもね今年もまあしていきますので、よかったらねまた次回も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。